真実の行方は、1993年出版の、ウィリアム・ディールの小説。日本語版は1996年に、ベネッセ・コーポレーションより出版された。シカゴのカトリック教会で大司教が斬殺され、大司教の下で教会のミサの改造役を行っている、聖火隊所属の19歳の青年アーロンが、容疑者として逮捕される。日頃からメディアで治り、 金儲けのためなら、ギャングの代理人もいとわない、ラツワン弁護士、マーティン・ベールは、世間の注目を集める、この事件を聞き、アーロンの弁護を無償で買って出る。これに対し検察当局は、こちらも、ラツワン女性検事として、名を馳せているジェーン・ベナブルを、担当検事に任命し、第一級殺人の罪で、アーロンを起訴、死刑の判決を得る、よう指示する。ジェーンは、 マーティンの州検事局時代の部下であり、一時、交際していたこともあった。アーロンは血まみれで、現場から逃走しており、大司教殺しが彼の犯行であることは、動かしがたいように思われた。しかし、アーロンには、殺害犯行時の記憶がなく、物乞いをしていたところを大司教に拾われ、聖火隊員として、住居と食べ物を与えられた恩があり、 殺すはずなどないと無実を訴える。マーティン弁護士は、アーロンの喪失している記憶を探り出すため、精神分析医のモリーに依頼する。はじめは無実であろうがなかろうが、裁判に勝ちさえすればいいと思っていた、マーティン弁護士だったが、アーロンが非常に内気でおとなしい性格であり、動機も見当たらないことから、次第に、 真犯人は別ににいるるると信じるようになるマーティン弁護士は、大司教が主催する投資グループに、修建寺少年市をはじめとする市の上層部が多数、関与しており、大司教が、貧民層に同情して、土地の再開発事業を中止したために殺された、可能性を立証しようとするが、修建寺は露骨な圧力をかける。一方、アーロンの聖火隊仲間の不審な動きを追った。 マーティン弁護士は、大司教が、アーロンが聖火隊員を使って、ポルノビデオを撮影するというスキャンダルをつかむ。この性的虐待の復讐こそが大司教殺害の、動機であると考えた、マーティン弁護士に、真実を話すよう責められたアーロンは、弱な態度から突如、攻撃的な性格に表現自ら泥いと名乗り、大司教を殺害したことを告白する。 アーロンは、幼児期からの虐待による二重人格障害者であり、追い詰められるような出来事があるとロイが出現するのだ。ロイである時の記憶は喪失し、アーロンは殺人を犯したことを自覚していなかったので、ある。しかし、すでに無罪を主張している裁判で、心神喪失を理由とする答弁への変更はできず、マーティン弁護士は苦悩する。 結局、アーロンは裁判での本人尋問中に、ロイに表返して、ジェーン・検事に襲いかかり、その人格交代の現場を目撃した、裁判所は、騒然となる。裁判は、心理無効となり、中止、心神喪失を根拠に無罪となり、アーロンの身柄は病院に、送致されて、精神鑑定の上、一月で釈放されることに決定した。 死刑代送りを免れたアーロンは、正義がなされたと安堵しているマーティン弁護士に、先ほどのジェーン・ケンジンへの暴行に対するお詫びをことづける。ロイの人格である時の出来事は何も覚えていないはずなのに、一体どういうことなのか。愕然とするマーティン弁護士にアーロンは真相を語り始める。アメリカでは1996年4月3日に、日本では、 同年11月2日に公開され、エドワード・ノートンがアカデミー助演団優勝にノミネートされた。ありがとうございます。